はい、どうも、タクタクです。無音やっていきましょう。7日目。最終日かな。どうかな。時間がない、急いで調べなければ、何としても呪いを解く方法を見つけなきゃ。ユミさんが手がかりを残していると信じて。手がかりね。まあ、呪いの人形を探せばいいんじゃねえのかなと思うんだけど。ここから始まったのには何か意味があるということなのかな。これゴミ箱とかあんまり今まで触れてこなかったけど、冷蔵庫とかさ、あ、なんかある。包丁が、あ、何、何、何、待って待って待って、こけしとか、あ、これなんか身の回りにあるやつじゃない。最後のやつはあれ、これは何だろう、わかんないけど、なんか絶対関係あるよね、これね。どっかに暗号があるってこと。あ、なんか、え、懐中電灯、懐中電灯、はい。わあ、俺これなんか覚えといた方がいい気がするな。メモっとこうかな。ちょっとメモります。はい、メモりました。包丁、包丁ってでも今もう思ってないもんね。うわ、うわ、おるよ。ふふふふじゃないわ。わあ、血だらけ。あ、なんか置いてたとか。あ、色あせた封筒、色あせた封筒。私はこれから死にます。私は夫を殺しました。それほど夫が憎かった。でも夫を殺した後、私には何も残りませんでした。夫のせいで私は全てを失いました。あ、田村玲子は違う人を殺したのか。もう何もないのです。なので死にます。これから旅立とうと思います。でも夫と同じところへは行きません。だって私は死んだ後に姿を変えて生き続けるから。なるほど、田村玲の、田村玲の呪いがね。少し似合う。ここはあんまり流したくない。開くんじゃない。あ、開いたけど、しまみれで汚い。流せないかしら。流そう。お、流した。で、え、今流したけど。流したよ。ん、変わらず。いっぱい流すのかな。お、2、トイレから2。これも、これもメモろうか。トイレ2。もう一回流すと変わっちゃう。ああ、大丈夫、出てきた。戻る。まあ、ここはもうこれで終わりって感じっぽい。え、ここ何をすんの。あの表は何だった。花、穴って言いましたね。落ちてるね。他に変わっ、あ、ここ、うわ、何番、全然ノーヒント。やってけばわかるだろうけど、あ、装備しとこうか。これ装備、こっちはなんかもうない気がするな。あ、なんか書かれてる。ざまあ見ろ、ざまあ見ろときた。あ、鏡だ。手鏡入手。これがなんかゼロ番。おおおおお、あれ奥さん。鏡調べる。ゼロって書かれてるね、これね。鏡の裏に何か書いてある。え、でも嘘、なんか手鏡みたいなマークはゼロだったよ。どういうこと。今のところトイレの2番、鏡の5番。関連性があるのかな。こけしんとこちょっと見てみようか。ん、
なんか今、あ、時計か。こけしは、こけしが何体いるか。1,2,3,4,5,6,7,8,9。こけし9体いるように見える。これ関係ないのかな。これも謎解きしろってことだよね。でも3って書いてあった、あそこには表にはね。いない。なんだっけな、ここにあったものもなんか数字が振られてたんだよな。あ、ペンキ？これ何？ペンキ？こんな前からあった？あったか。ここはなんだっけ？なんだっけな。なんかあったんだよ。スコップだ！そうだ、スコップ、スコップ、スコップ！スコップ見に行ってみよう。スコップは？ノースコップ？マジで？あ、なんかある！何？うわぁ、何かしら、これ今は溶けそうにないわね。本当に。でも、書いていた順番とは全く関係ない。だって、ね、長えな、これ。スコップとかが左からになってるから。あ、待って、これ足し算で5桁ってことかな。で、押せないんだよね、これ。量。あ、ダメか。なんだろう、いやこれもなんか関係ありそう。まあ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 、スコップの近くに本当にあったな。子供部屋行ってみましょうか。うん、子供部屋。あ、なんか手形がなくなってる。今回ここはない。わっ、ベビー、なんつうんだっけ、ベビーベッドが倒れてる。で、黒く塗りつぶされてる。ここなんだったっけ、許してって書いてあったんだっけ。ここ開けるよ。開かない。お、こっちか。いや、開かなくなってる。今回これは関係ないよと。なんかここ青くね、こんなんだった。ちゃぶ台もひっくり返ってますもんね。お、なんだ、玄関の方で電話が鳴ってる。う、頭が痛い、早く止めないと。行くぞ、急げ急げ。あ、本当だ、ゲージが止まった。ない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 、なんか落ちてる。あ、1って書いてる。緑色で1と書かれている、何かしら。なんだ、わからん。カレンダーというヒントは、あ、ゴミ袋がある。ずっとここに置きっぱなしなのかしら。なんでだろうね。一通り見てたけども、ここが結局わからんのだよ。そういえばお風呂入ってないね。入るな。うわ、入るなって言ったよ。ここに何かヒントがあるに違いない。入るなと言ってもない。あ、あ、メロン、リンゴ、バナナ。メロン、リンゴ、バナナ。これ3桁のとこじゃない？メロン、リンゴ、バナナ、どういうことだろう。え、なんかそんな要素なかったけど。メロ、リンゴは5で、バナナは7だとして、メロンはじゃあ何みたいな感じかな。なんかそんな気がする。メロン、リンゴ、メロ、
メロン、わかんないんだ、でも。でもここが、5と7のような気がするよ。バナナでしょ。057。これやってけば解けんじゃね？メロン。あ、全然関係なかった。え、どういうことだ？あ、わかった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 。緑、赤、黄色だから、緑が1番だった。で、赤が2、2だったよね。だから、黄色ってあった？うわ !6、いや違う、5だった、もしかして。許さない。許さないって書いてあったよ。9437って書かれた鍵が、廊下の鍵。あ、もう目覚まし。いや、いけないでしょ、こんなの。9437。くしさんな、なさしく、調べる。9437って書いてんじゃん。装備。9437ちょっとメモっとこう。これ関係あんのかな ?9437。くしみな。くしをみなみたいな。くしなんかあったっけ？これはくしみな関係ある気がするな、これ。で、もしかして入ってるのがくしなんじゃない？いや、これ、この中にくし入ってんじゃない絶対。わかって、もう読めちゃったもん。展開が。で、くしが入っていい。ない。田村、夫婦の写真を入手した。田村夫婦。あ、赤いか。くしみな。男女が笑顔で写っている写真だ。裏に死ぬ前にあなたからもらった一番大切なものを庭の木に埋めますと書かれている。うん。写真見せてよ。庭の木。庭。あ、これ調べてないの、そういえば。これ関係ないのかな。庭、鳥が。庭だからこっちかな。ここ、お札が貼られてるということは開かないってことだよね。え、どうやって庭に出んのこれ。え、これで終わりか？いや、そんなはずがない。待って、7日じゃ終わんないってことか、これ。そもそも。これは？あ、もういけるってこと？いや、これ多分、分かった。押す順だ。じゃあ、包丁を、灯油缶、こけし、釘抜き、わら人形、ゴミ袋、スコップ、ろうそく、鏡。量。あ、違うんだ。じゃあ、ゼロからってことかな。ゼロからだとしたら、こうですよ。包丁、灯油缶、こけし、釘抜き、わら人形、ゴミ袋、ろうそく、で、スコップですかね。スコップ。はい。あ、違う！え？何順これじゃ。何順？順番とかじゃないってこと？あ、バカだ、これ。9437だよ。これこそ9437だよ。9がろうそく、4が釘、3がこけし、ゴミ袋が7。カチリと音がした。何が言ってんの？人形鑑定書を入手した。今の声何か音が、何かしら。人形鑑定書を見よう。市松人形。制作年1947年。サイズ15。制作者田村玲子。結構前ね、やっぱりね。うん。H 県 S 町。1条16丁目2の6。ここに行くのかな？実際の世界で。気を
気抜いた。今で音が。今ってこっちだったっけ？俺ここが今だと思ってたんだけど。ここでしょ？ここで音がしたとかしないとか。ん？ん？わかんない。これ？次はお前、いや違う違う。ちちち。壁の落書き、え？壁の落書き？次はお前だと今の壁に書かれていた。これアーカイブにできるんだ。え、ここでなんか音がしたんじゃないの？今って広い方かな。なんか増えてる。これティッシュなんだ。あれ？こんなんあったっけ？赤色の日記。夢の中の知らない人の家調べた。夢の中日本人形いたの。私、拾った人形と同じ。その家の人が人形を作った。その人の名前、田村玲子。人形に知る、ん？詳し、記して、あ、写して作るのも得意。ん？な、まあいいや。田村玲子。恨んでた。幸せな家族。彼女人、え、この子供できない体。それが原因で夫浮気。玲子はそれ、許せなかった。許せなかった。片言。夫と浮気相手殺して自分も自殺してた。その後、彼女の幽霊、日本人形に宿った。その人形、呪いの人形になった。幸せな家族を呪う、呪いの人形へと。呪いの人形は何とかするにや。人形と彼女の大切なものを一緒に燃やす。それしか方法がない。でも私にはもうそれできない。誰か。最後のメッセージってことかな。いや、これでいいってことだよね。多分ね。この日記を読むために、こっち今に戻れっていうメッセージだったから、多分これで出てもいいはず。全部開いた。そして。これで夢から覚めよう。で、記されている住所のところに、あ、待って、この記されている住所っていうのが俺ミソな気がしてきたな。何条何丁目でしたかみたいな。1条16丁目、2の6、1条16丁目、2の6、1条16丁目。絶対そこまでは聞かれないと思うんだけどね。さあ、私はついに呪いの元凶を解決する方法を見つけた。ユミさんが呪いによって見せられた夢の中で呪いについて必死に調べてくれたおかげでユミさんありがとう。ユミさんが命をかけて伝えたかったことを私は無駄になんかできない。絶対にこの呪いを何とかしてみせる。そう、この全ての呪いの元凶を解放するためには、謎、呪いの元凶の解決方法は大切な思い出の品と一緒に焼く。うん。上だ。はい。そう、人形に取り付いている霊、田村玲子が大切にしているものと呪いの人形を一緒に燃やすしか方法はない。この7日間の夢の中で私はいろいろなものを見てきた。うん。あれ？森家に起こった悲惨な出来事、犯した罪に苦しむ一人戦い続けた母親、あ、アーカイブちゃんと確認できるわ。この全ての呪いの元凶である田村玲子を全てを終わらせることができる大切なものはここにある。田村玲子を大切にしているもののありかは、裏庭の樫の木を根元に割っている。タンスの一番上の引き出しにある。戸棚の箱の、いや、これは樫の木の根元に割っている。間違ってた。夢から目が覚めた。私は慌てて人形を見たが、人形は昨日と同じ状態だった。体調の方はまだ悪いが、頑張ればなんとか外に出られそうだと感じた。そうとなれば早くこの人形を始末しなければ。ユミさんが頑張ってくれたおかげで呪いの対処法も必要なもののありかも分かっている。夢の中で手に入れた人形鑑定書に記載されてた田村玲子の家の住所も私はしっかりと覚えていた。私は急いで人形を持って田村玲子の家へと向かった。着いた。ここね。田村玲子の家に来ると庭には大きな木が生えているが、いるのが見えた。夢の中で得た情報通り木の下の地面を掘ると綺麗なネックレスが見つかった。あれ？あ、そうか。櫛とか想像してたのは単に番号から俺が想像してただけか。あとは人形とネックレスを一緒に燃やせば。私は落ち葉と木の枝を集めてき、
集めて焚き火を用意し、そこに人形とネックレスを放り投げた。炎が勢いよく燃えるだけで、霊感のない私には人形から田村玲子の霊が見えたかどうかは分からなかった。田村玲子の過去を知っている私は、彼女がちゃんと成仏できたか、ただそれだけが知りたかった。私は炎が消えるまで見つめ続けた。翌日、夢を見ることなく気持ちよく朝を迎えた。体調もすっかり良くなったので、私は人形を購入した骨董品屋さんへ行き、店主の山下さんに人形と呪いの夢についての全てを話した。すると山下さんが何か思い出したような様子で私にこんな話を聞かせてくれた。魂が宿った呪いの人形を手元に置いておくと、宿った魂の記憶が夢に出てくるという話は聞いたことがあるよ。夢に出てきてしまうのは、魂が意図的に夢を見せているのではなく、辛かった時の自分を誰かに見てほしかったり、助けてほしいという気持ちが心のどっかにあるはずなんだって。田村玲子は誰かを自分と同じ不幸な目に遭わせたい気持ちとは別に、自分の辛さを分かってほしい気持ちがあったのね。だから田村玲子の生前の記憶が由美さんの夢に出てきたんだわ。じゃあ私が田村玲子が由美さんを呪った時の記憶の夢を見た理由って、ということよ。今さら理由を考えてもしょうがないわね。今回の件で呪いはとても恐ろしいものだと実感した。でも人を憎んだり呪いたい気持ちは誰にでもあってもおかしくないものだ。私はただ二度とこのような呪いの力が生まれないことを心から願った。終わりかな。エンド1、穏やかな日。いや、これ絶対エンド1だから、トゥルーエンドでしょ。やったぜ。ろうそくに明かりを灯すと、じわりと霊が襲ってくる。ろうそくが溶け切る前に逃げよう。そうすると。どういうこと？どういうこと？どういうこと？タイトルに戻る。タイトル画面に戻る。はい、ということで、無音実況やっていきました。ご視聴いただきありがとうございました。これはね、なかなか、傑作でしたね。なんだっけ。会社名が出てこない。この会社のホラーゲームはね、クオリティが高いんで、スマホ版で遊べる中ではね、かなり好きなメーカーさんなんですけども。いや、いいね。ちょっとまた次回作を期待しつつ、遊んでいきたいと思います。それでは次の実況でお会いしましょう。ではまた。Thank you.